セルフって書いてあって、デイ12の7ページ、セルフとはって書いてある、まあ、セルフって平本さんが使ってる用語なので、一般的にセルフ、セルフって言っても通じないと思いますから、中身は何かっていうと、セルフイメージ、ビリーフ、バリューのことを、まあ、平本さんはセルフって呼んでます。で、セルフイメージ、自分が自己像って書いてありますけど、自分はどんな存在か、自分は何者かっていうことです。ビリーフ、世界像って書いてありますけど、世界はどんなところとかね、何が正しい、何が正しくない、何が事実かっていうことに関してです。で、バリュー、まあ、理想像ってちょっと日本語分かりにくいと思いますけど、何が好き、何が嫌いっていうことです。で、でちょっとね、なんか変な例なんですけど、セルフイメージ、自分は低い、ね。で、バリュー、リンゴが好き。要はリンゴが好きで自分は低い、ね、まあ、背が低いってことでしょうね。で、ビリーフ、リンゴは高いところ、ビリーフ、みかんは低いところ。で、これ全部事実じゃないっていうことです。事実じゃない、全部思い込みだっていうことですよ。で、そうなのって、私は低いって、じゃあ何をもって低いってするかってことですよね。同じ身長でも自分は背が高いと思ってる人も背が低いと思ってる人もいます。で、時代によっても違うよね、場所によっても違うよね。巣鴨行くと、僕身長170しかないですけど、巣鴨行くとすげえでかくなった気持ちになりますよ。おじいちゃんおばあちゃんが、これ特におばあちゃんがこれぐらいの感じでみんないるから、すげえ自分がでかくなった気持ちになりますよね。だから、低い高いも相対的なものだから。で、ましてや別に本当はそのね、なんかみかんを手に、リンゴを手に入れるのに低い高いも関係ないし、それに必要な低さ高さって何だか分かんないんだけど、自分は低い、背が低いって、こうセルフイメージ持ってるね。リンゴが好き、まあ、これこそ思い込みですよね。みかんが好きな人がいて、ブドウが好きな人がいてね、リンゴ嫌いな人もいるからね。で、リンゴがいいもので自分は低くって、で、みかんは低いところにあると、これも思い込みですよね。みかんも高いところにあるみかんもあると思うし、リンゴは高いところ、まあ、そういうリンゴもあるかもしれないけど、低いところで手が届くようなリンゴもあるかもしれないですよね。だいたいこの人の世界観は変ですよね。変というか、まあ、健全なのかもしれないけど、みかんもリンゴも果物屋さんにあるって、こう、ね、で、コンビニでも買えるとか、そういう人もいるわけじゃないですか。で、それに比べたら高い低いって本当は関係ないんですよ。でも世界をこう見てたら、何が起こるかっていうと、みかんは低いところでリンゴは高いところ、自分は低いから論理的結末としてみかんってしか手に入りませんと。で、リンゴが好きな自分としては不幸な世の中ですと、こういうことなんですよね。で、これリンゴとかみかんとかっていう話だから、でも自分はこういう能力があるないで、こういう会社とかこういう仕事はこういう能力が必要でとかって思って、だから自分にはできませんって、全部思い込みですよ。そんなのは全部思い込みです。で、事実だとみんな思ってるんですよ。クライアントは私には無理なんですっていうわけ、そんなことないんだっていうことです。さっきも言ったように、みかんも高いところも低いところもあるんです。で、道に落ちてるのもあれば、無人販売所みたいなところもあれば、お店もあれば、で、農家から分けてもらうこともあれば、いろんなことがあるわけで、リンゴだってそうなわけです。だから実はみかんについてとかリンゴについてとか世の中についていろいろと考え方が変わってくる、いろんな出会いがあって考え方が変わってビリーフが変わったら、いくらでも自分が生きやすくなってくるわけね。リンゴが食べることがいいことだとしたら、自分が生きやすくなるっていうことです、はい。だからリンゴはね、リンゴ農家の人と仲良くなればもらえるんだって、こういうビリーフを持ったりとかね、リンゴはお金があればね、果物屋さんでいくらでもいいもの買えるんだとかね、なったりとかね、リンゴの木にね、はしごをかけることができるっていうビリーフを手に入れたりとかってしたらね、リンゴは揺らしたら落ちてくる、本当かどうか知りませんけど、揺らしたら落ちてくるっていうビリーフがあればですよ。で、そういうビリーフがないから揺らさないだけで、揺らしたら落ちてくると思って本当に揺らしたら落ちてくる可能性もありますよね。そういうことじゃないですか。で、リンゴは高枝切りばさみで取ることができるとあったらね、そういうことですよね。で、そういうビリーフを手に入れたらというか、で、真実じゃないんですよ。そういうふうに世の中を見てるかどうかなんです。で、そうなったらその人の人生変わるってことです。セルフイメージもそうです。自分は低いって思ってると、それだけだと動きにくいかもしれないけど、自分は賢い、自分は工夫できる、自分は人にお願いができる、自分はお金を持ってるでしょっていうセルフイメージだったら、それを生かしてどうしようかと思うはずなんですよ。もしくはそんなんじゃなくても、欲しいものは、自分は欲しいものを何でも手に入れることができるっていう強いセルフイメージを持ってたら、高いところにあろうが何だろうが絶対入るはずと思って考える。で、うろうろしてたら低いところにあるリンゴを見つけるみたいなことが起こるかもしれないっていうことです。だからセルフイメージが変わっても人生が変わる、ビリーフが変わっても人生が変わる、バリューが変わったっていいんです。リンゴが好きだけどみかんも好きだよね。
だとするとみかん食べても楽しいかもしれないし、あ、俺とにかくリンゴが好きだと思ったら果物全般好きなんだって思ったりとかってすると、ちょっとみかんも食べてよ、みかんも美味しいな、なるかもしれないっていうことです。どれでも変わるし、どれもが関連してるっていうことね。でだし、しかも全部事実のように見えるけど別に事実じゃないし、他の事実というか、あ、他のものの見方とか他の考え方も山ほどある中で、我々はどっかに縛られたりとか何かを頼りにしているっていうことです。感想タイムです、どうぞ。はい、まあリンゴみかんじゃなんなので、リンゴみかんじゃなんなのでですね、リアルなね、さっき見たセッションの例でもう一回考えてみたいと思います。秋成さんのバリュー価値観として、家族が一緒にいるとか一体感感じてるとかつながり感じてる、まあ、この種類のね、言葉はまあ秋成さんに正確にあるんでしょうけど、バリューがあるわけです。価値観ね、これがいいことだっていうことです。リンゴが好きでしょ、家族一緒が好きってことです。で、ビリーフ、信じてること、お母さんが悪い、お母さん悪い人だとか、それからお母さんがバラバラにしてるね、もしくはお母さんは話が通じないとかね、お母さんを見るとイライラするとかね。でイライラするの事実のように見えるけど、お母さんを見ると俺はイライラするんだと思ってるから、イライラするようなとこばっかり見てるわけですね。お母さんは私をイライラさせるとかね思うとね、他の可能性が見られなくなります。はい。で、セルフイメージ、私は諦めてしまうっていう、こうセルフイメージがあるとね、お母さんが悪くてお母さんがバラバラにしてるんだけどね、だから家族一緒っていう本当に大切なことが実現されないと。でしかも私はそれに取り組むんだけど諦めてしまうと、こういうセルフイメージを持ってると、私はやっぱり自分の大切なことを大切にできないんだっていうふうになっちゃったりとか、ですので、ね、こういう構造がずっと続いてると、私はコーチなのに自分の大切なことを大切にしてないとかで、またそこから別のねセルフイメージが出てきちゃったりとかっていうことが起こってくるっていうことです。で、今日のセッションの中で実はお母さんが悪いっていうのも変わっていきました。お母さんお母さんなりに苦しんでるとか、お母さんの立場があるとか、お母さんは寂しいんだっていうことです。で、お母さんがバラバラにしてるんじゃなくて、お母さんからしたらみんなが勝手にバラバラになったんじゃないのと、みんなでここに住むって言って広い家買ったんでしょ、何やってんのっていうのがお母さんの立場なわけですよね。こんなところで私を一人にしないで寂しいじゃないのっていうのがお母さんだったわけです。それ考えたら、お母さんがバラバラにしてるとちょっと言いづらくなってきたし、お母さんが悪いとも言いづらくなってきたわけです。お母さんお母さんに寂しかった、分かってもらいたかったんだです。で、私は諦めてしまうも、私はやりきる人間なんだって変わってきたわけです。だからお母さんは寂しいんだと、お母さんも家族で一緒にいたいんだと。で、お母さんはあのね、マンションに一緒に住みたいと思ってるんだっていう新しいビリーフができた。それは真実かどうか分かりませんよ、思い込みです。でもこの思い込みの方が、この思い込みの方が秋成さんのなんか家族で一緒に過ごしたいとか、みんなで安心とか安全とか感じたいとか、一体感を持ちたいとか、それぞれ自分らしく生きたいっていうのには役に立ちそうじゃないですかっていうことです。だから自分の自分軸にかなうとか、そことつながる、役に立つ、邪魔しない、そういうビリーフとかセルフイメージを持っていくっていうことがいいことなんだっていうことです。で、私はすぐ諦めてしまうっていうよりも、私はやりきれるんだとか、私は諦めないんだっていうのを持ってた方がとか、私は諦めてしまうというかね、私は黙っちゃうとかね、なんか抱えちゃうみたいなのが強かったかもしれないですけど、私は抱えちゃう黙っちゃう人間なんだっていうんじゃなくて、私はやりきる人間なんだって思ってた方が自分の欲しいものにいける。でも私はやりきる人間なんだと思ってても、お母さんが悪い、お母さんがバラバラにしてるだと、バラバラにする人間との取っ組み合いをやりきる人間なんだっていうふうになっちゃうから、それも辛いことかもしれない。でも、あ、そうか、お母さんに関しても少し考え方変わった、お母さんも寂しいんだとか、お母さんだって家族と一緒に暮らしたいんだとか、お母さんお母さんで話し相手が欲しかったんだっていうことに、そういうビリーフを持って、で、私は諦めない、私はやりきる人間なんだって、で、家族一緒でいるとかっていうのは、お母さんにとってだって自分にとってだって共有ゾーンなんだっていうことに気がつくから、より動きやすくなれるわけですよね。だからお母さん見てもイライラ感もなくなるし、動いてみたいと思うし、実際にお昼にメール打ってみたりとかっていう行動、今まで取らなかった行動を始めてみようと思うっていうことなわけです。で、要はあそこに向かってなんか連絡取った方がいいって頭で分かってても取りたくないわけ。なんで取りたくないかっていうと、こういうビリーフがあったりとか、こういうセルフイメージがあるからですよ。お母さんが悪い、お母さんがバラバラにしてるっていうビリーフだったりとか、お母さんには話が通じないっていうビリーフだったりとか、自分はお母さんといるとイライラしちゃうっていうセルフイメージだったり、自分はだから自分で抱えちゃう、諦めちゃう、ないことにしちゃうっていうセルフイメージだったりすると、メールなんか送れないですよね。たかだか近況の連絡一本だったとしてもです。
でそういう状態で息子がいるからお母さんは何が起こってるかって言ったら、さっき体験したように全く普段連絡もしないでてんで、なんか聞きたいことだけお父さんに聞きゃいいのに私に聞いてきてって、こうなるわけですよね。もしかしたらなんかお父さんのことを聞くのもね、秋成さんなりにまあここ良くなってもらいたいとか、なんかお母さんと話すきっかけをし、なんかなのかもしれないけど、でも普段秋成さんがやっぱり何かを諦めちゃってて、お母さんと連絡取ることをやめてるから、お母さんからしたらなんて冷たい息子なので出てったと思ったらろくに連絡もくれないでってなっちゃうっていうことですよね。でお互いにそういう風になってるってことで、こっち側のビリーフが変わって、セルフイメージが変わって、行動が変わって、で少しずつ揺れていくね。これからどう揺れていくか分かんないですけど、お土産攻撃が続いていくと、だんだんやっぱりみんながこう揺れていくようにね、なんか秋成さんもこうメール攻撃を続けていくと、だんだんこう揺れてくるかもしれない。でそれの最初の変化が内側から起こる、内側から起こったものが外側に波及していくから、実はビリーフが変わったりセルフイメージが変わってるんだっていうことですね。そういうふうにセッションを見てみると、また見方が変わってくるんじゃないかということだし、我々の仕事の質とか、我々が仕事の中でやれることが変わってくるんじゃないかということです。じゃあ感想タイムです。まあ、よかったですね、はい。秋成さんのね、あのセッションのおかげで、ビリーフ、セルフイメージ、バリュー、そういうのの関係がね、いろいろとこう理解が深まってきたんじゃないかなと思いますが、で、そうなんですよ。で、あの感情とか回数とかってすごく大切なのは、お母さんひどい人なんだ、バラバラにしてるんだ、中入ってみました、違うこと気がつきました、でもこれを頭レベルの気づきで、まあお母さんもね確かにまあ寂しいのかもしんないよねっていうだけでは、でもお母さんがバラバラにしてるんだ、お母さんが悪いんだを変えていくパワーはないわけですよね。だからしっかり自分のいいことも言い切ってスッキリもするし、でお母さんのことも体験して、うわ本当にお母さんお母さんで寂しかったり混乱したりしてるんだを強く体験する。でそこで言葉でも繰り返し、そっかお母さんも寂しかったんですねとか、みんな出てっちゃったとお母さん思ってるんですねってやるから、あそうだみんな出てっちゃう、このレポートがよりリアリティを持つってことです。下手に言葉だけでやってたりとかしてるだけだと、このレポートお母さんも寂しいんだとか、お母さんも苦労してるっていうのは実感度が1とか2とかになっちゃうわけですよ。ところが臨場感作って、でコーチがしっかり言葉を繰り返したりすると、この最後出てきたレポートが実感度が7とか8とかになるから、じゃあそのお母さんとどうやってコミュニケーションを取っていこうかっていうことに本気で向き合いやすいってことですよね。でなのでしっかりと感情の強さを作っていくとか、回数重ねていくっていうのは実は大切なことだっていうことで、そういうことをやると少しずつ変わっていっちゃうんですよ、勝手にね、はい。でもう一個だけこれに関連してお話ししておきます。よいしょ。バリュー、家族一緒っていうのが実は変わってもいいんです。まあただいずれにしてもね、大切な家族、近い家族ですから、お母さんが悪いとかお母さんがバラバラにしてるっていうビリーフはあんまり持たない方がいいと思いますから、これは少し緩めたいですね、そもそもね、コーチングに来てくれたからにはね。であとセルフイメージ、私は諦めてしまう、もうちょっとねコーチング受け続けてもずっとこれ、まあ受け続けるとだんだん諦めない部分も出てきて、なあ秋成さん諦めやすいって言ってたけど諦めずやってるじゃないですかとかコーチに言われると、だんだんこれも変わってくると思いますけど、まあこれも変わった方がいいと思います。でここも別に変わってもいいんですよ。家族一緒がいいんだっていうのは大切なバリューだから僕は否定もしないし、書き換えようなんてもうと思わないけど、でも本人が、あバラバラでもみんな楽しく生きてればいいんだとかって思ったら、それはそれで一ついいよね、うん。でそうすると、まあお母さんが悪いというか、あまあみんなバラバラに生きててでも楽しく生きてるからいいよねっていうふうにこっちも変わってくるかもしれない。で自分もなんかね、一緒にっていうことが大切で、それができたかっていうと諦めちゃうと思ってたけど、あ俺も自分の人生はなんか楽しくやってるとかね、一生懸命やれてるって思うと、それはそれで幸せの形ができるかもしれないわけです。で、家族一緒の時もあっていいし、バラバラの時もあってもいいんだっていう価値観とかビリーフになってもいいわけです。一緒もいいねって、同じくバラバラもいいねと、どっちもありだねって思えたら、まあこれバリューだったりビリーフだったりすると思うけど、どっちもいいってね、で慣れたら、それはそれで、じゃあ今はバラバラの時期だけど、で一緒の時期っていつからなるんだろうって思えるようになったら、また少し気持ちが余裕ができたりとか動きやすくなるっていうことですよね。秋成さんにとって苦しいのは、この状況だと動けないし、しかも自分のことを責めたり相手のことを責めたりが始まっちゃいやすいっていう状況なんですよね。ここの組み合わせが悪いわけです。組み合わせが一緒が良くて、でもお母さんが悪者になってて、で自分は悪者に対して諦めちゃったりとか、イライラするだけで攻撃的になって、結局何もできない人間だと、でしかも長男なんだからしっかりしなきゃいけないのにっていうのもここに加わってくると、長男なのに自分は機能してないってなっちゃうわけですよね。
で自分のことを責めたりとか、お母さんが悪いからお母さんのことを責めたりしながら、お母さんのことを責めてる自分に対して、今度は私はコーチだってセルフイメージがあるから、コーチなのにできてないという、またセルフイメージ、私はコーチなのにこれができてないが新しく生成されて、コーチなのに自分は実家と向き合えてない、親と向き合えてないとか、そこで結果が出せてないとか、諦めちゃってるとか、ごまかしちゃってる。で自分の人生を誠実に生きてないとクライアントにとってマイナスになるっていうビリーフを持ってるからコーチはコングルエントだろ、一貫してることが重要で、そうじゃないとクライアントに貢献できないとなるから、私はクライアントに貢献できないって、こういうどん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 これらがそのマイナス そのビリーフとかセルフイメージをその作り続けていっちゃうような状況にあるわけです。で旗から見たらすごくいいコーチで、すごく頑張ってるコーチ で多くの人の勇気づけをして、でみんなの先頭に立って頑張ってるにもかかわらず、やっぱりこれを持ってたらせっかくなんかやってることももったいないし、でしかも周りの人からしてもなんかそういう焦りに駆られてやってるんだとしたら、ちょっとなんかそんなに頑張んなくてもいいよって話じゃないですか。でだけど本人はこれを強く持っちゃってると、結局そう動かざるを得なくなっちゃう。でだからそこを緩めていくっていうことですよね。でどこが緩んだっていいんだよっていうことです。そういうのがね、実は、ビリーフで、この人他にもビリーフいっぱい持ってるんだけど、やっぱりこういうビリーフが結構強かったりする。で強いの、ね、気がついてなかったりとか、ないことにしてたりとかってするから、どんどん苦しくなっちゃうんだっていうことです。で明らかにした上で事実かどうかチェックして、事実じゃなかったんだっていうのを感情と回数で納得感を持って新しいものを持っていく。で全部きれいになくならなくてもいいんです。少しずつ動きながら、やっぱりこれで良かったんだという実感が高まってくればいい。これがコーチの考え方だっていうことです。はい、秋成さんのおかげで理解が深まりましたと、いうことで、この件について最後の感想タイムです。どうぞ。